お前何言ってんだそんなもんあったおかげだなうち何十年苦しいんだと思ってんだ <music> はい、えー、続きまして、えー、私村上ロックがお話しさせていただきますでちょっとうまあ重いお話といいますか僕あの怪談師やる前 えー、3年ほどですね派遣のバイトってのをしてたんですよで僕こう非常に勤務態度が良かったもんですからある時この派遣会社からですね1ヶ月限定なんですけど村上さん同じ会社で働きませんかと言われたんですで紹介された先というのが、えー、東京のね、まあ、ちょっと外れの方といいますかにある印刷会社なんです、まあ、かなり大きな会社で,でそこを入って 初日から僕にこの作業の、ね、手順を全部教えてくれたのがここの社員のこうたくんという、えー、23歳だったと思うんですけどまだ若い青年なんですで当時僕30歳だったんですが年はね僕の方が上なんですけど僕このこうたくんと非常に気があったんですよ。っていうのが僕たち2人共通の趣味があるんです でこれが、ね、非常にこの枯れた趣味といいますか渋い趣味でなおかつねちょっとマニアックな趣味なんですよ。刀が好きなんですよ日本刀で仕事中もね2人ともろくにこう作業もせずにもうここのねつばの形がとかはばきがどうだせっぱがどうだつうそんなマニアックな話ばっかりしてたでそんなある日なんですよ、まあ、いつものように僕の隣で作業してたこうたくんがピタッと手止めて「あそうだ村上さん 実は僕んち昔ふねがあったんですよっていう、まあ、このふねというのがですね、まあ、いわゆる刀の名銘おさふねというですね、まあ、いわゆる岡山県発祥の刀工、えー、刀作る人たちのね流派一派なんですでも平安時代から鎌倉期にかけてこの流星を誇ったもう一説ではね日本最古のブランドとも言われているもの でまあ、現存してるものですとね非常に高価でまあ博物館なんかにね貯蔵してあるものも多いでこれが一般家庭の浩太くん家にあったっていうのが驚きだったんですで「えさふねって言ったらいやいや勘違いしないでくださいよあくまでもあったという過去形なんですでどういうことかって聞いてみましたら実はこの浩太くんまあお,おじいちゃんがねいたんですけど 生まれた頃物心ついた頃からずっとこのおじいちゃんに言って聞かされた実はなうちには昔から先祖代々伝わる長船の名刀があったんだでもなそれじいちゃんなくしてしまったんだいやあれは惜しいことしたなっていう話をずっと聞かされてそうだった実はこの浩太くんのおじいちゃん戦時中ですね日本の陸軍に所属してたそうで,で階級もかなり上だったと。 で当時この軍の中で5丁以上の階級になるとみんなねこの腰に軍刀という刀を下げて戦地に赴くこの光太君のおじいちゃんも家に伝わるお船をこの軍刀ごしらえというですね、えー、軍の規定の形に、えー、外装をねこしらえてそれを持って中国大陸に渡ったとただ日本に帰ってきた時にはその長船を紛失していたと。 だからなあれは惜しいことをしたんだよなぁずっとおじいちゃんに聞かされた。で、このこうたくんが高校を卒業した年なんです。まあ、おじいちゃんね、高齢だったそうで、まあ、亡くなってで、おじいちゃんが亡くなって1週間ほど経った頃、まあ、その日、家の中には昼間ですね、こうたくんとこうたくんのおばあちゃんの2人っきりだった。 夕方近くなったんでおばあちゃんが「じゃあちょっとお茶でも入れようかね」って言って立ち上がった時なんですキンコーンとチャイムが鳴るおばあちゃんがあらど,ど,どなたかしらって言って玄関行ってドア開けてみたらそこに立ってたのが浩太くんのおばあちゃんと同年代ぐらいの品のいい老婦人。でこの方風呂敷に包んだ何やら細長い包みを持って立ってる。 すみませんこちら何々さんのお宅ですか?」って言うから「えー、そうですよ」っておばあちゃん答えああそうでしたかいや実はですねこれ私の主人が長年こちらにお返ししなきゃいけないと言ってたものなんですけど、まあ、随分時間が経ってしまって申し訳ございませんというのも先日私の主人が亡くなったもんですからようやくこれをこちらにお返しすることができますでそれを聞いたこの光沢のおばあちゃんも「 ああそうでしたかいやそれご丁寧にありがとうございますいや実は先日私の主人も亡くなりましてって言ったらこの「ねてききた老婦人もうその場でで泣き崩れるんですああそうでしたかいやでしたらもっと早くこれをお返しできればよかったのに」というおばあちゃん同士のやり取りを後ろで見てたコうタくんもこの老婦人が持ってきた包みこれが何かっていうのは薄々うす感づいてるんです。 最後におばあちゃん同士が「じゃあこれもね何かの縁かと思いますんで今後とも何かありましたらよろしくお願いします」って言ってお互いに連絡先を交換し合って訪ねてきた老婦人は帰ってたでその後に「ちょっとこれ見てみよう」って言って風呂敷き解いてみたら中に細長い霧の箱が入ってるでこの蓋かこっと開けてみたら案の定一振りの群島が入ってるでこうたくんそれ手に取ってさやからクッと抜いてみたら 素人目でもわかるぐらい見事な等身サビ一つついてないぞ。ですあやっぱりそうだこれがおふ船だうわおふ船帰ってきたいやばあちゃんこれよかったねじいちゃん喜ぶだろうねじゃあ早速これ仏前に備えてあげようって言って、まあ、再びさ、ね、鞘に戻してで箱に入れて仏間に持ってきましてで仏壇の前にこれを置いたんです 再びこのこうたくんとおばあちゃんじゃあ改めてお茶でも入れようかねって言った時なんです隣の仏間からカタンと音がするで二人でんと顔を見合わせてるうちにカタンカタンカタンカタガタカタガタカタガタカ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 タその音がどんどん大きくなってくるで 君が今いるこの家全体がまるで共鳴するようにずーっと振動するんですであまりのことにこうたくんとおばあちゃんは顔を見合わせてるそのうちその音がピタッと止まったなんだこれでそうこうしてるうちに、まあ、夕方になってこのこうたくんのご両親お父さんお母さん帰ってきてでその晩家族4人で夕飯を食べる でその席でさっきあったことを浩太くんお父さんに話したんですただね浩太くんのお父さんって、まあ、いわゆるこういった話を全く信じない否定派なんです何言ってんだお前そんなことがあるわけないだろうって言ったら次の瞬間また仏間からガタンガタン,ガタ,ンガタ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 ってまた建物全体がずーっと共鳴するんですただ 今回はさっきと違ってこの共鳴してる音の中に無数の人間の声がこだましてるんです。でさすがにそれ聞いたこの光太くんのお父さんも青ざめてなんだこれと。でそのさっき言ってたなんとかっていうばあさんが昼間変なもの持ってきたからだろう連絡先聞いたんだろうってその電話番号を手にして昼間のあの老婦人に電話をかけた。ですいませんあの何々ですけどね先ほど光太くがね変なもの持ってきたせいで って言ったん電話の向こうから先ほどのあの上品な老婦人と思えないような声で「お前何言ってんだ!」そんなもんあったおかげだなうち何十年苦しいんだと思ってんだうちの主人何十年苦しいんで,で長男自殺して次男行方不明どうしてくれるんだってガチャンと切られるんですそれ聞いて康太君の家族みんな震え上がるで結局それどうしていいかも分からないんで この軍刀、まあ、箱に入れたままね庭先にある物置にしまい込んだんですでそれからは特に変わったことはなかったんですけどおじいちゃんの四十九日を終えたタイミングで生前、まあ、ねおじいちゃんととっても仲の良かったお寺さん住職が挨拶に来た。でこの住職もまあかなり高齢な方だっていうんです。ね、無事にね四十九日も終わりましてっていう挨拶した後 光沢のお父さん先日のあの一件を話したんです。とそれ聞いたその住職が「あそんなことありましたかうんあ,あれですよね」って「庭先の物置指差す,んですわかりますか?」って言ったら「えー、いや私ね今日こちらに来た時になんだか妙なものがあるな」と思ったんですけど「ああそうですかそういったものでしたか」 でしたらねそういったものがこの一般の家庭にあるっていうのはあまりよろしくないので本日私がこれ責任を持って持ち帰りますそう言って帰り際にこの住職例の軍刀を持って帰ったんです。でこの息子さんもお寺継いでるんですが夕方このね自分の父親が愛車の軽自動車に乗ってお寺に帰ってくる。 で駐車場に車を止めて運転席から出てきたこの住職後部座席のドアを開けてその中から細長い何かを取り出したそのままこの住職前のめりにどしゃっと倒れたんですですぐに救急車を呼んで病院に搬送されたんですが病院に着いた時にはすでにこの住職亡くなってたんですよ。 えー、そこからねこの息子さんも、えーまあ、お葬式だ何んだんでねかなり慌ただしかったそうなんですが一段落ついたタイミングでこの息子さんが康太くんちに挨拶に来た生前ねうちの父が、えー、大変お世話になりましたと、まあ、一通りの挨拶さつの後、まあとせね最後に会ったのがこの康太くんの家族ですから、まあ、お父さんもやっぱ思うところあったんでしょう いや実は、えー、先日ねお父様帰りがけにこういうことがありましてって言ったらこの息子さんあそういうものでしたかいやでもね今私その話を聞いて父を誇りに思いますおそらく父はそれを見たときにそれがどれほど危険なものかって分かってたんだと思いますでもどこかそれが自分の最後の務めになると思ったのか、まあ、自分の命と引き換えに あれを持ち帰ってきたんじゃないか私そう思ったら父を誇りに思いますって言ってくれたんでこのこうたくんの家族もみんな涙流したんですただ最後にこの息子さんが「でもねこんな不思議なことってあるんですねあんな真っ赤に錆びついた刀がねこうたくんが鞘から抜いた時には 錆び一つついてない見事な刀身だったんですこれが光太くん家からお寺に帰る道中刀身が真っ赤に錆びついたそうなんですちなみになんですけどそもそもこの刀どういう言われがあったのか光太くんのおじいちゃん実は戦時中この刀を持って中国大陸に渡って試し切りをしてるんです 現地の人たちを捉えてきて、でその方たちの首を端から切り落としていく。ただその切れ味、さすがおさフネだってことで、他の部隊からも貸してくれ、貸してくれを繰り返しているうちに、誰の手に渡ったかわからない。ただ最後それを手にした人、自分のものではないと知りつつ、返すのが惜しくなって、そのまま日本に持ち帰ったんです。ただ、そこからその人の人生、過程めちゃくちゃになってるんです。 でさっきね言いましたけど家が共鳴した時に無数の人間の声がこだましたこれ日本語ではなかったそうなんです。という話をこの康太たくんが僕に聞かせてくれて最後に「でもね村上さんそれの何が悪いんでしょうねだって戦争なんですよ」って言った時の彼の目僕いまだに忘れられないんです。という ある一振りの群島にまつわる出来事でしたありがとうございます <music>